ああいうのはバランスが大事なんですよ。こんばんは。今日も目がバキバキです。 3時半ぐらい起きとる気。だんだんジップの前の起きる時間が遅くなって、英語がうまくいったか言ってないか分からん。メイク私的に分かった。こんばんは。バランスプロっぽい私が元気でなくても誰かが元気にやってくれた。もうリコチめっちゃおもろかった。もうリコちゃんもさやもめっちゃおもろかった。もう爆笑しちゃった。もういっぱいリコちゃんが元気じゃけーね。 Good evening。 こんばんは。今日は朝から夜までお疲れ様でした。たい焼き、なにこれ。あ、さっきたい焼きいっぱい食べたいってこれだったんじゃ。たい焼き。名古屋行きますよ、全国ツアーで。やばい、もう前髪がもうなくなりました。楽しみ。全国ツアーレッスンも着々と進んでおりまして、これか。このたい焼きをいっぱい集めたら何がもらえるんですか。新アーシャのツイート3回ぐらいしました。え、あ、1回消して1回やり直したかも。ハートをつけた。たい焼きありがとう。たい焼き何。フルーツ大福。魚がフルーツ大福になって帰ってくるの。たい焼きをたくさん集めるとたい焼きが集まります。いや、フルーツ大学がもらえるんじゃ。え、これなんか緑のたい焼きは何。すごい。今日は誕生日です。おめでとうございます。インスタで見ました。ありがとうございます。あ、今日はもう疲れちゃったので短い配信になります。その時間でも見に来てくれてありがとう。待ってました。通知プロフィールにハートちゃんしっかり追加。いや、もうしっかり追加してよ、プロフィールに。あ、抹茶のたい焼きってことか。たい焼きは何味派ですか。カスタード。こんばんは。明日もフラワーフェスティバル頑張る。カスタード、あんこ、いちご、クリコアン、あんこ、カスタード、チーズ。そんなのたい焼きじゃないよ。え、たい焼きって何？何味がスタンダードなんですか。携帯焼きなら三連単できるかも。三連単よ、三連服じゃなくて。でも味そんなある。え、味4つ5個嬉しくない。たこ焼き、あ、たこ焼きないわ。カスタード、つぶあん、さつまいもみたいな、ない。さつまいもみたいなないから。スタンダードワンコなんじゃ。クロワッサンたい焼き、え、おいしい。え、それって銀だこのところにあるやつかな。あの餃子でいう羽みたいなのがついてるやつ違うか。こんばんは。ちら、こんばんは。たいは塩焼きに限る。
いや、たい焼き、焼き方じゃなくてね、たい焼きっていうね。あ、でもね、今年ね、とうかさん行ったらね、たい焼きってか、たい焼きのなんか屋台1個しかなくてね、あの十音パンが流行っとけさ、たい焼きどっちから食べる？たい焼き頭かな。眠そう。眠たい。さすがに眠くなってきましたね。ジップとレッスンとインスタライブがあったっけ。めっちゃ眠くなってきてた。新アーシャ赤ちゃん、メイク落として寝ます。忙しい一日、幸せな一日ですね。具が一番詰まってるお腹から食べます。逆にサクサク、尻尾がサクサクなのか。たい焼きっていう形を崩さないことがすごい、まあ、あるか、今川焼きとか、あの材料は一緒なのか、大判焼きとか。たい焼きっていいよね。なんでこのたい焼きになっ、待って、ちょっと次のギフトなんだと思う。次カエルとかじゃない？違うかな。あの夏なのか、6月でたい焼きじゃけ。いや、このギフトってほんまに誰が考えとるんかなって毎回思うんですよ、ショールーム。いや、ショールームさんね、すごいいっぱいなんかあの企画してくれるじゃないですか、たい焼きとか。いや、次は何なのかなって毎回ね。七夕ね、星と、まあ、星をいつも、ね、今は和菓子キャンペーン、前田社長自らすごい。ハローハローハロー、日曜日のお話し会楽しみ楽しみ。ハートちゃんこんばんは。待って、リコチとサーヤンにもね、もうめっちゃいじられた5回ぐらい。始まる前から数えたらもう7、8回ぐらいハードちゃんいじりされました。さすがツイッターのトレンドに入ってる。今じゃない、ハードちゃんいじりめちゃくちゃされましたよ。めっちゃ笑、そうよ、めっちゃ笑われたわ、ハードちゃん。なんでハートちゃんなんですかみたいなね。だってちょっと私を見たい。いや、よくなんかちょうどいいタイミングで間に合ったなと思って。だってオンエアしてなくて、あの急にニックネーム欄にハートちゃん出てきたら、もうそれはネタバレじゃないですかね。え、愛されてる。おっ、ちょうどあれに私が出てきた。ピックアップ、ココア、カイココ、ココちゃん、サンシロ、ハートちゃん。もうサンシロなんて呼んでる人おらんけど、入れとるよちゃんと。あとさ、好きな食べ物のさ、何、お好み焼き、鬼まんじゅう、あんころね、
キャベツ、ちりめん、麻婆豆腐、焼き芋、納豆、ゆで卵、アサイーボール、カニカマ、魚、サバ、鮭、バナーナなんでバナナだけこれ英語なん？え、謎すぎる。まあいいわ、まあいいわ、まあいいわ。こんばんは。新生国やったって好き。え、嬉しい。七パンって何？七パンはね、フライドもみじ。七パンはあの広島の呉のあれです。他のプロフィール？遊び心ありすぎる。ほんまそうよ。ココちゃんって呼んどる人、有野さん以外。意外にね、なんか外の現場一人一スタッフぐらいはいるんですよ。 RCC のドラマやった時もココちゃんって呼んで、あ、呼んでくれる人は7人ぐらいおったかも。ココちゃんって呼ばれて、あとね、まあ有野さん勝手にいらっしゃるでしょ。あと、あとどこだったっけ、ココちゃん、あ、ダンスのね先生もココちゃんっていう人 おるし、ココアかココちゃんって、カイココはね、あの MBS のリスナーの方はカイココ呼びの人が多くて、結構おる。スタッフさんに多いね。こんばんは。ハートちゃんは今のところ6人しかおらんね。あのラジオの人6人。もう眠たい。こんばんは。ハートちゃんうちわただハートが書いてあるうちわでもいいよ。またペンがなくなった。書いて見せたいんだけどさ、ペンないな。ホワイトボードにめっちゃくっつくようにしてほしい。なかったです。いや、あのね、例えばこううちわがあって、これうちわのうちわの中がハートだけっていうのをね提案しようと思ったけど。こんばんは。そういえば平野桃奈ちゃん卒業公演日が決まりました。いつだ？カープ4連勝。そうなんですよ。いや、めっちゃ分かりやすい。遠くからでもめっちゃ見やすいんじゃん。桃ロッテ負けた。交流戦首位ほー、すごい。待って、たい焼きめっちゃ来る。ゆきりんプロデュースのユーピン、あ、新しいコスメですよね。コスメ七パン調べたらメロンパンっていうお店のチョコ入りパンなんです。そうよ、
でメロンパンっていう商品はメロンパンじゃなくて耳動かせんよ耳動かせれん眉毛きれいほんまにあの何にもいじってないですメイクさんに整えてもらってもないんですメロンパン違う今度広島来たら行ってみて駅でも買えたりするよ眉毛きれいほんまにこれではサンライズっていうサンライズねナナパンめっちゃ好きだったナナパンは私がミニバスバスケあのしてた時に朝ごはんで持っていとったよくなんかなあれじゃきあれ見たらめっちゃ懐かしく感じるよね朝ごはんでミニバスグリーンアリーナとかでねえグリーンアリーナとかにねそうくれから行ってたんですよグリーンアリーナっていうまあそこまでまあ1時間半ぐらいかかる1時間1時間半ぐらいかかるんじゃけどそうクレの駅で買ってナナパン持って行ってましためっちゃ好きだったもんチョコが入ってるパンでかいそして思い出の味そうあれ見たらなんか思い出す何ミニバスそうバスケミニバスケットボールしてた時和菓子の日2023お母がお店出すなら何のお店にする？鉄板焼き屋さん。私が焼く。できるかな。クレいつか行ってみたい。え、行ってみて。クレいいクレ好き好き好き。お好み焼きだけじゃなくて鉄板焼きいや楽しそうヘラ揚げみんなのみんなご飯だったら何が好きなの？餃子丼、カレー、焼肉、肉卵かけご飯、チャーハン、ラーメン、ハンバーグ寿司、おむすびおむすび、え、おむすび人が握ったやつ食べれる人ですか？なんかこれ最近誰かと話したの？誰かが話してるのを聞いたのか、誰かと話した食べれん食べれる食べれんいやお寿司はね確かに大丈夫お寿司はねおにぎり誰だったかな誰だったかなコンビニのはもうあのコンビニとかの弁当あコンビニのおにぎりはえごちゃの話これコンビニは絶対安心安全みたいな言ってたんだけど機械が作ったわけそう機械が作ったわけ手を洗ってくれ手を
手を洗ってくれれば大丈夫。まあ確かに、まあ家族の、いや父さんの私食べたくないけどね家族のなら大丈夫って思ったけど、父さんの食べたくないの。いや父さんは私のおにぎり食べるかもしれんけど、父さんが握ったおにぎり私わざわざ食べたくない。いやかわいそうじゃなくて、父さんへの当たりが強くて好き、ほんまやばい、うん、いやでもそれは別に父さんに言わんけど、あーありがとうって、もそんなもらえますよ、そのわざわざ人を傷つけない、父さんを傷つけないですよ。で父さんが自分で自分の、まだお腹いっぱいじゃない？って私に食べていいよって、そういう流れになるんですよ。だって私のおかず食べるもん父さん。朝肉じゃが置いとったのに、もう肉じゃがを食べたんです。こんもう今日はもうすぐするお風呂に入って寝ます。食べ物の恨みはね、父さんのおにぎり作らんじゃ、全然作らんね、もお茶碗で食べれやって言われる。かいは寝ちゃ寝る、寝ますね、ゆっくり休みます、はい、ちょっとランキング読みます。パパって呼ぶことはねないよね、昔からほんまに父さん母さんだな、はい、お疲れ様でした。13位ニオロ、12位エリアス、11位青のり、10位コニョ、9位バオバブ、8位スバル、7位エリアス、あれ13位青のり、12位ナオ、11位コニョ、10位仙台の辰巳、9位バオバブ、8位スバル、7位エリアス、6位ノッシー、5位マキマキ、4位フトシ、3位ライトニング、2位キュブ PH、1位は形跡、ありがとうございます。はい、では皆さん本日は配信を見てくださりありがとうございました。程よい配信時間でした長すぎず、はい、じゃあこれにて終了します。バイバーイ。